はい。皆さん、こんばんは。石岡よしあるの最強伝説でございます。どうもです。えっ、ー、と、今回はですね、あの、テーマが、えっ、ー、と、ある意味、時期外れのようにも思われ、でも、ちょうどいいかなっていうタイミングでですね、あの、新海誠について扱うでございます。今日ですね、開始がちょっとすいません。5分ほど遅れてしまい、申し訳ありませんでした。ちょっと私の、 あのなんか個人的な事情もありまして、何かって言いますと、えっと、まあ、すごいね、大学の授業動画っていうのを作ってるんですが、あの、富樫義弘の作品を語るっていう授業を作ってたんですよね。そしたら、あのはよあの悠々白書の、まあ、極まったラスボス潜水っておりますよね。緊張なんですよね。 その潜水が70人格でマジやばいんですよっていうのをテンション高くやってたらなんか動画の作成に3回失敗して4回もねその潜水のやばさを力説してたんですよねそれでちょっとね作業が全般的にちょっと遅れてしまってですねあのすいませんそれでちょっとずれ込んでしまったという次第です本当申し訳ありませんでしたまあその分あの潜水のクレイジっぷりは確認できたので私的には意義があったんですけれどもはい。 あパーカー珍しいですかね。まあそうですね。今日はね。パーカーですけど、ちょっと白シャツなんでちょっとね、なんか、見栄えがないと思ってなんか着ちゃいましたけど、あの、そんな感じですかね。近況としては暑いですね。あの、ちょっと暑いですねって、ちょっと頭の悪い感じになっていますけれども、いや、ほんとここ数日ちょっと暑さが、あのー、なんか、関東地方なんかね、蒸し、蒸し、蒸してるのがやっぱ良くないと思いますね。 ええ、で、まあ大変な感じですかね。で、えっ、ー、と、なんと、まあみんな知ってたと思うんですが、2023年がなんと半分過ぎてしまったようです。やばっ,って感じですね。あの、こうやって人は、まあ私なんかの年齢になってくるとやばいな、こうやって年取ってくるんだなって感じでね、ちょっとしみじみしちゃってるんですが、まあよろしくお願いします。はい。というわけで、えっ、ー、と、 まああの衣装がよシャルの最強伝説なのですけれども、えーと、皆さんからのお便りを毎回お待ちしておりますが、まあ、基本的に今回、リクエスト関係の,あのお便りがたくさん来てますね、ラジオネームで読ませていただきます。1人迷ったんですが、まあ、もラジオネーム化しますね。最初の方、ナシさんですかね、えーと。番組はいつも楽しいちょっと省略で読ませていただきますね、全部読むと大変なので。 えと番組をいつも大変楽しみに拝見しております。ありがとうございます。何か扱ってしまいたいテーマということですけれども、えー、とジャンルはやや異なるかもしれないのだけれども、もう亡くなってしまっているゲームデザイナーの菅野博之氏を扱っていただけないでしょうか、いうのもあって、まあ、あとはその、えー、とギャルゲーというのはアニメとの親和性が高く、えー、とこの七橋さんは40代とのことですけれども、がサブカルの中で学生時代のギャルゲーがどういう立ち位置で、そこで菅野氏がどう言い過ぎられるものだったのかなど、 ぜひ、票を聞いてみたいと思いました。よろしくお願いします。なるほど。えっと、私は、ちょっとこの件とはずれるんですけれども、あのー、えっと、ちょっとね、レトロゲームについては確かにね、いろいろ考えてみたいと思っていて、そこに当然、ギャルゲーとかも、あのー、入ってくるんですよね。で、えっと、確か、あの、あれですよね、 えっと、あの、小島さんのメタルギアソリッドの,あのレガーコレクションっていうのが出るんですよね。マスターコレクションシリーズってやつ。で、ちょっとあの、私ね、初代メタルギア実はプレイしてたことがあるんですよね。あの、神野さんからずれてるようで申し訳ないけど、ちゃんと帰ってくるんで安心してください。で、 あの初代メタルギアは、要するに友達ん家の,の MSX2 で、私、人ん家にリピタってね、パソコンゲームを遊ぶっていうライフスタイルだったんですよ。あ、今日の新海誠、関係ありますよ。新海誠さんは、あのー、なんてうの、小学生ぐらいの時に、X1 ターボを買ってたってことらしいので、まあ、80年代のパソコンゲームを遊んでた人ですね。 で、まあ、彼は、まあ不、冬、冬、富豪なんで、そういうの買ってもらうわけですが、私は、そんな金は全然ない代わりに、あの、まあ、父親がパチンカーだったんで、あの、パチンコ勝つと、なんか、ガンプラ買えそうな小遣いもらえるって感じでね。で、ガンプラは勝ってたって感じですね。で、まあ、その中、メタルギア、ソリッドも遊んでたんですよね。ただ、もうすっかり忘れてるんで、初代とかね。あの、マスターコレクション買うかな、みたいなね。 感じがあるんですよ。で、小島秀夫って、それだけじゃなくて、あの、スナッチャーとかね。わかります実は、あのー、80年代の、あのー、FF16 とか出ました、ポリスノーツ、そうそうそう。あのー、簡単に言うとね、小島秀夫って、コナミにいたんですが、なぜか、当時のパソゲーメーカーのスクエア、 スクエに以前のスクエアですね。が、OVA に憧れて作っていたようなアドベンチャーゲームとかのようなものの、それのこうなんか、コナミ版みたいなものを担当していた側だったんですよ。つまり小島秀夫っていうのは、割とアドベンチャーゲームサイドの、あの、人間だったんですよね。で、ちょっとじゃあメタルギア、メタルギアやって、 なんかそっちに触れたいかなというふうに、新海誠について考えながら考えてたところだったんですね。なので、ちょっと菅野さんのゲームそのものは、私は申し訳ないんですが、直接、ダイレクトにリアルタイムで接した世代ではないんですけれども、もうあれですよ、あのー、なんだろうな、あのミステリーゲームの神宮寺シリーズとかね、わかりますかね。あ,あいうのとかとか 全部まとめてちょっとね、再検討したいなと思っているところなんですよ。なので、ちょっとそういうのを扱ったときに、合わせて勘のゲームっていうのもまとめてっていう感じならいけるかもしれませんので、あのそのときによろしくお願いします。ちょっと私ね、あのご存だな人もいるんだと思うんですが、えっと、プラネッツチャンネルですと、中川さんとジニーさんがやっぱりその現役感のあるガチ勢ということで、 ゲームについてはちゃんと扱っていますよね。で、私、ゲームはね、あのー、80年代、90年代にそういう感じでパソコンなんて被価でなかったのもあって、あとね、あのー、要するにね、プロと異世界おじさんだったんですよ、私は。どういうことか。何かっていうと、あの、異世界おじさんって、なんかソニックとテイリスを見て、ワクワクしてたっていう、まあ、獣物のおじさんじゃないですか。 <laughs> あのね。で、それはメガドライブでしょ。私は、あのメガドライブは、セガのアーケードゲームっぽいものが遊べるから、メガドライブ買った税なんですよ。異世界おじさんはメガドライブから入った世代でしょ。で、もうバラしますよ。私ね、リア、リタイでね、スーパーファミコンの JRPG をスルーしてたんですよ。 で、アーケードゲーム、ゲームセンターには通ってた。で、メガドライブのアクションゲームは買ってたって、そういう感じなんですよね。なのでね、ジャンルに偏りがあるんですよね。だから、アドベンチャーゲーム、ギャルゲーエロゲー関係はちょっとまあ、疎いんですが、その代わり、80年代と90年代は、1年間に300日以上ゲーセンに行ってたんですよ。本当ですよ。 割と年末年始もゲーセンに行ってた気がする。<laughs> あの、本当ですよ。あの、まあ今だから言いますが、大学教員としてこんなこと言っちゃいけないんでしょうけれども、あのー、ね、あのー、ちょっとイリーガルな、今だったら未成年がやったらダメそうなタイプの麻雀ゲームとかをね、あの、10円でワンプレイみたいな店があってね、そこで遊んでましたね。しょうもないですね。っていう感じだったのですね。それで時間潰すみたいなね。 感じだったんでございますよ。こんなこといきなりって大丈夫なのだろうか。まあ大丈夫ですね。なんですけれども、あの、なので、ちょっとその経験が、今の私の仕事に、一切生かされていないんですよね。で、まあ、もう51歳なので、あの、ちょっとそのね、えっ、ー、と、なんて言いいかな。要するに、10代、20代、まあ30歳ぐらいまでの前半生が、を何も生かされていない。 そんなことないんですけどね。なので、ちょっとどうにかしてね、それをアウトプットしたいと思ってるので、ちょっと考えます。というわけで、その時よろしくお願いしますね。はい。じゃあ次いきます。ポペモンさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、熱気バサラは歌を聴かない敵にミサイルを撃とうとするのを止めたくなるぐらいにはマクロシリーズきです。私も、マクロシリーズで一番行かれてると思うのは熱気バサラさんですね。90年代の何かですよね。だから先ほど、 あの、UU アクションの潜水がぶし切れてるのをちょっと、はぁはぁはぁはふとかね。そういうのをちょっと遠慮見せたんですが、90年代得意の何かですね、ネッケバサダさんってね。マクロスシリーズはいかがでしょうかいいっすね。マクロスシリーズいいと思います。マクロスシリーズやりましょう。ぜひ、どこかのタイミングでやらせていただきたいと思います。はい。次、空港さんですね。 こんにちは。いつも楽しく愛聴しています。大楽しいですね。水星の魔女についてですが、3世代はではありませんが、これすごいな、この強引な接続。様々な親子関係、復讐の鬼とかした、フリットさんとプロスペラさんなど、そうですね、水星の魔女の話のふりして、ちょいちょいガンダムエイジの話をねじ込んでくる、このシームレスな接続に痺れましたが、水星の魔女はガンダムエイジとの不思議と共通点がありました。 一番近いのはガンダムエイジではないでしょうかガンダムエイジいかがでしょうかだそうですけれども。すごいな。ガンダムエイジはね、扱い兼ねてるんですよね。なんと自然な流れ。なんかプリパラを見てる気持ちでした。プリパラのシーズン2あたりを。<laughs> あの、あ、そういえばアイドルランドのアプリが出るようですね。プリパラね。あの、どうしようかなって感じですけどね。ガンダムエイジですかちょっと私これなんですけども。実は、 えっと、まあ、W 大学においてですね、あのー、この夏休み後に、ガンダム演習ってのをやるんですよ。やばいっすね。一応シラバスには、最低ガンダム1シリーズ以上は見てっていうね、要件を。そこに、エイジを極めたる豪のものが現れるかどうかをちょっと見守ってるんですよね。いない気がする。みんな彗星だと思う。 あと、ハサウェイ最高って感じだと思う。のですが、ちょっとね、エイジは私も扱い兼ねていて、あのー、そうですね。エイジどうすればいいんでしょうね。難しいですよね。私はメガトン級武蔵とセットに語るのがいいような気がするんですよね。ちょっと考えますね。即座にエイジはうって感じですが、 あのー、メガトン級武蔵あたりとセットならばあるいはって感じがします。次ですね、友蔵さん、いつも楽しく拝聴ありがとうございます。テニスの王子様や彼岸島のような、ああ、ね、丸太を持ってこいとかね、あのー、恐竜が滅びるとか、そういうやつですね。そういうタイプの作品のポテンシャルについてのがっつり考察考察。いいんですが、どうすればいいでしょうね。 あのー、丸太持ってこいとかね。すごいいいと思うんですよ。ちょっとね、なんか、枠組みが問われますね。ぜひ検討させていただきたいと思います。次はですね、なんと、えーとですね、私がしばしばパイセンとして語ってる萩吉さんから来てます。萩吉さんっていう人はですね、これ、インサイダーじゃないか。えっ、ー、と、高校のパイセンなんですが、えっ、ー、と、星の声の、あの、P の一人ですよ。なんと。 で、えっ、ー、と、タイムシフトで予約済みです。ありがとうございます。えっ、ー、と、質問ですが、最初に新海さんを知ったのはいつでしたかああえっ、ー、と、ここに書いたんですが、猫の手書き CDR 版を入手したときに、新海さんすごいですってお話をしてましたってやばいな。すごいプライベートすぎて。いや、その時はね、あまり知りませんでしたね。 えっと、星の声ぐらいの頃に、星の声のお話は伺ってた気がするんで、そこで知ったような気がします。ということで、申し訳ない。私も若干記憶曖昧なんですが、皆さん何を言ってるかが分からないかもしれませんが、あの、皆さん、マージャン漫画サキってありますね。私は、漫画サキの、あの、全員のですね、胸が大きくなりすぎて、ちょっとがっかりしてるんですが、 やめろよって感じですね。あの、特にステルス桃さんにはがっかりなんですけれども、まあ、それをするき、その先においてですね、イケメン出身キャラ、萩吉さんっていうキャラがいますね。その萩吉さんのモデルとなった、まあ、素敵な高校時代のパイセンがおられましてですね、あの、その人ですね、まあ、私、あの、パイセンに恵まれた、恵まれた高校時代だったので、えっと、旧ナムコにね、就職したパイセンってのもいたりね。 リッチレーサーの P やったりね。あと、えっ、ー、と、まあ、今ちょっと、えっ、ー、と、会社移ったんですが、ソニーミュージックで、えっ、ー、と、生き物係とかね、の P やっていた後輩の人とかね。割とそういう人いっぱいんですよね。あの、で、私は、まあ、こんな感じでしたね。<laughs> ということで、あの、いや、ちょっとすみません。私の方は申し訳ない。えっ、ー、と、そちらの記憶は、あのー、ないんですが、 ま、引き続きよろしくお願いします。また会いましょうって感じですね。というわけで皆さん、お便りをお待ちしております。今回のリクエストは皆さん、あのー、ちょっと全部検討したいと思いますので、ありがとうございます。はい。ではですね、えっ、ー、と、早速始めてまいりましょう。えっ、ー、と、前回から私自身が画面を共有するという流れとなっておりますが、では始めていきましょう。はい。新海誠の時代。 その達成と今後を考えるという形になります。では、まずですね、皆さんに改めて宣伝をしたいと思います。現代アニメ超講義ありますね。こちらでは、問いが、まあ2019年の本なんですけれども、まああの、今なお買ってくださいねって感じなんですが、 アニメにおける2016年のモードっていうのを考察しました。そこから、えっと、19年の本なんですが、あの、えっと、天気の子には間に合ってないですね。ギリギリ煙草が終わるまで間に合ったぐらい。です。で、あの、ここからフェーズがさらに動きました、2020年代。 ここで新海誠の時代とくくったことが何を意味するかと言いますと、えっ、ー、と、多分、一区切りついたんじゃないかってことです。えっ、ー、と、作家としての新海誠の、あのー、作品がから目が離せない状況は続くんですけれども、 深海誠だうわーっていう時代が落ち着いた時期なんじゃないかというのが私の認識なんですね。まあ具体的な2020年代のフェーズの動きです。えっ、ー、とですね、アニメどころか日本映画の歴代工業成績ナンバーワン映画が鬼滅の刃無限列車編だという事実。すごいですね。あのー、 外崎春夫さんが日本映画最高の映画監督だという人はあんまいなくないですかあの、非常に卓越した演出家ですけれどね。おそらく鬼滅の刃に関しては、あの、最近までやっていたアニメも含めて u o テーブルというスタジオが記憶されてるんじゃないでしょうかこれ多分ね、 白雪姫の監督って、デイビッド・ハンドさんなんですが、知ってますか私も、あの、時々思い出さないと忘れちゃいますよ。白雪姫ってウォルト・ディズニーでは、そういう感じですよ。外崎アルオさんって多分、そのデイビッド・ハンドみたいな位置づけなんですよね。で、アニメという表現そのものの持つパワーってことを考えると、 実は現在、現在は、深海誠の時代は、時代としてあるとしても、作家としてね、アニメのフィーシーンは、鬼滅によって、ぐっとちょっと動いちゃった。どう動いたかっていうと、アニメじゃだけじゃないんですね。映画です。映画という表現における、アニメの位置づけが、 もはや日本映画工業のセンターにアニメが常駐する時代が2020年代なんですね。えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、だいたい3月号ぐらいで、あのー、ここ何年間か、あのー、キネマ旬報で、割とあの、座談会とかでアニメを検討するってやってるんですが、いや、毎年日本映画のセンターですね、が、ほん毎年言う,言う感じになっていて、 もうこれ定着ですね。はい。で、直近ですと、あの、推しの子絡みで夜遊びのアイドルの MV がグローバルにバズりましたね。これ私はアイドルという楽曲がバズったっていうふうに言われてますが、楽曲の魅力ないわけじゃないんですが、 端的に言うと、アニメだからですよね。アニソンだからだと思いませんえっ、ー、とね、スポティファイに、ガチャポップというタイトルの、まあ要するに J-POP 関係ね、ガチャガチャしたガチャポップなんだと思うんですが、という、いう、プレイリストが生まれてるんですよね。プレイリストね。で、 それはどうなのっていう議論がいろいろありますが、要するにアニメっぽければ何でもいい時代なんですよ。これ面白いですよ。おそらくポップミュージックワールドでは、グローバルには、K、K-POP に比べたら、J、J-POP って全体的にちょっと日本国内市場をむきすぎでは、ドメスティックではとかね。ダンスミュージックが弱いのではとかね。 まあ具体的には低音が弱いとかね、いろいろ言われてますよね。けど、いや、アニメなら何でも OK なのではね。米津剣士の,あのキックバックだって普通に流行ってましたよね。なんで流行ったかっていうと、あのー、それはチェンソーマンのね、<laughs> オープニングだからですよ。 これ、私は、実は映画工場の、日本映画工場におけるアニメも重要だが、そう、J-POP で、もはや J-POP ミュージシャンで、アニソンになったから嫌だって人いないと思うんですよ。来月語りますが、だってあれですよ。あのー、菅がしかが異世界転生アニメのエンディングやる時代ですからね。そうですよね。<laughs> あの、よりによってね。 <laughs> あのアニメのエンディングですよ。これ結構重要だと思ってます。了解でしょうか。っていう状況がアニメの現在だと思います。それとともに、アニメ映画における深海誠様式もほぼ一巡したという現状です。そんな中、ちょっとすいません、あのね、 パンフレットをちょっとね、直近で見つからなかったんですよね。新海誠様式のパンフ。いくつか、まあ、とりあえず2つぐらい持ってきました。この2つは新海誠様式って感じですよね。なんですが、ちょっとここでは持ってこれなかった、夏へのトンネルさよならの出口。これ私去年語ってるんですけども、が、 今年のあの市国際アニメーション映画祭のポール・グリモー賞をなんと受賞しました。これね、いいタイミングだなと思いましたよ。スズメの戸締まりが、スズメの戸締まりって実はむしろ今年になって、あの、中国でね、ロングラン上映中だっていうことで、 あの、重要だと思うんですよね。えっ、ー、と、まず言いましょう。上半分は、J、J-POP、アニソンならば、バズる現象と同時に、えっ、ー、と、今年の前半っていうのは、どちらも去年の映画ですが、The First Slam Dunk とスズメの戸締まりが、少なくとも東アジア圏では大ヒットしている。韓国市場でも中国市場でもね。 なので、深海誠も一巡って言いましたが、もちろん、今言ったようなアニメが、つまり鬼滅の刃、無限列車編以降の状況の中に、深海誠もいる、強い、強い様式としているっていう状況が生まれている。それが現在だと思います。2016年ぐらいの、からの2010年代後半の、なんか一瞬深海誠によってバッと全てが染まった時期からは、 フェーズが動いきましたが、それでもまだまだ強いってことですね。さあ、さて、すると、新海誠作品は、古典化の道を歩んでいるように見えますけれども、アニメをめぐるこうした現状に、どのように関わってくるんでしょうかね、っていうことを、一定程度憶、臆測も交えたいと思います。憶測に関しては、あのー、YouTube などの公開ではない、 時に扱いますので、えっ、ー、と、プラネッツチャンネルに入ると、アーカイブが全部見れるというお得な仕様となっておりますので、実はこれまで私が新海誠にちょこちょこ語ってきた話もまとまって見れますよ。批評座段階も来てますね。やったー。っていうことです。では、今回の流れは、以下の通りとなります。新海誠外観。まあ、この辺をちょっと、 えっと公開で、語りますかね。で2番、新海誠様式とその今後、ここ結構熱いですよ。新海誠様式の,あのアニメについてベラベラベラっと語っていきますね。そして、表現域のクロスロード。まあ、これがあのエンディングって感じですね。私のこの番組は3はちょっと短めなんですが、まあ1番をちょっと語っていきたいと思います。早速で。はい。で、新海誠なのですけれども、 この人は、なんと1973年2月9日生まれの段階ジュニア世代なんですが、私は72年の4月16日生まれなので、同学年なんですよ。これで、あーです。あの、皆さん、同学年のクリエイターがいたら、あ、この人同学年か。ってことは、このテレビ番組をこの時期に見たのねっていうレベルで、久米久米完全に理解したってなりませんか 私はそれでした。これね、完全に気づいたのが、2017年に大規模な開古展が開かれたんですね。あの、新海誠は、えっ、ー、と、超演映画が開かれるたんびに、天気の古典とか、スズメの戸締まり展とか開いてますけれども、一応現時点では2017年の星の声から君の名場までというのが、 一番まとまった回顧展となっております。ちなみにこのカタログに先ほどお便りで参加していた萩吉さんが顔出しでカタログにいますので、歴史上の人物じゃんと思いながらカタログを読んでおりましたが、ぜひ皆さん、あの、このカタログまたは展示の構成なんかを調べると、新海誠が、あの、みんなね、結構例えばね、 えっと、あの、糸森町という舞台のね、伊だあたりの取材の話とかね、岐阜県とかね、長野県とかね、そういう実際の取材とか、深海誠の日本古典文学との関係とかね、万葉集とか引用してるよなとかね、みんなそういうところばっかりに目が行ったと思うんですが、私は、 新海誠の歴代 PC の展示しか目に入りませんでした。ああ、マッキントッシュを使って、このマシンで星の声作ってたのか、とかそういう感じですね。すると、X1 ターボ、ちょっとすみません、X1 ターボの何だったか、もうちょっと細かい型番だったと思うんですが、を持っていたんですよ、新海誠。オープニングに語った、イントロで語った通りなんですけど、 私はこれで、はい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 、だいたい分かったです。あのね、段階ジュニア世代が、X1 ターボを持ってるによって、深海誠のスタイルはほぼ全部演劇可能です。なぜか。シャープの PCX1 ターボっていうのはですね、シャープはですね、あの、MZ シリーズと X1 シリーズという二つの PC シリーズを、 あの、企業体力的になんで2シリーズ展開したのだっていうね、感じなんですけれども、X1 シリーズってのは簡単に言うと、あのー、えっとですね、テレビとかね、ビデオとかのね、オーディオとかね、そっちの部門が作ったパソコンだったんですね。で、X1 ターボってのはですね、ビデオに、あのー、タイトルとかを、 スーパーインポーズと言われていたアナログビデオのテクニックなんですけれども、編集することができるマシンだったんですよ。もうわかりますよねそんなマシンを最初にいじくってる時点で、はいはいはいなんですよ。簡単に言いましょう。えっ、ー、とですね、1980年代の主要を、でも実際はゲームで遊ぶってやつね。<laughs> ゲーミング、 昔のゲーミング国、日本国産ゲーミング PC には、主に3種類あったんですね。まあ、正確には3プラス1なんですが、うん、何かっていうと、PC88 シリーズ、NEC の。これが一番シェアが高かったです。あの、特に3代目の SR から FM 音源がボードに積まれたことで、これが標準ゲームマシンになってましたね。 エロゲーとかもそこから発生して PC98 に流れていく流れですね。そして、事務あのー、事務作業をする人は一太郎とかね。そういうのが売れたマシンが NEC ですよね。で、もう一つ。今ではなんかシステム部門がちょっと評判の悪い富士通ですね。富士通なんでこんなになっちゃったのかなんですけど、富士通の FM セブン、ないし、セブンセブンシリーズってのがあってね。そこから FM タウンズに行く。こちらは、実は、あのー、NEC に比べると、あのー、事務機器よりは、なんて言えばいいかな。あのー、えっとね、ワープロ機能が充実したんですよね。富士通ってのは、親指シフトっていう独自のキーボードを備えた、 ワープロマシンがあったりして、あのー、たり、あとは、えっ、ー、と、FM タウンズってのはね、CD-ROM ドライブを備えた、あのー、オーディオビジュアルマシンとして、NEC とは、こう、なんてうかな、別のね、プレミアムをつけることに成功していた、ちょっと尖ったメーカーだったんですよね。 だから、その頃入社員人たちが、入社員人たちが今、あのー、そう、幹部になって、あ、そう、グリッドマンに FM タウン出てくるんですよ。それおっしゃる通り。です。で、そんな,そんな中、新海誠が持ってるのが X1 ターボってね、それかって感じですよ。X1 ターボはですね、えっ、ー、と、今、YouTube に散々アップロードされちゃってると思うんですけれども、実は、 パソコンサンデーというね、シャープが自分の自社製品を売り込む、あの、番組がね、日朝でやってたんですよ。日朝。日朝パソコン、パソコン番組ってのをやっていて、そこでは、なんとね、あの、音声放送で、プログラミングのデータを流したんですよ。 あの、p ガラガラガラーっていうのを録音すると、それでプログラミングが聞こえるっていうね、やばいですね。なんでそんなの知ってるかっていうと、私は、その知識を、パソコンを持ってるが、使いこなしきってない友達んちに、即座に教えることで、いろんなマシンを持ってる友達んちに遊びに行って遊ぶという貧乏人の子供だったからですね。うん。私は貧乏人だが、 情報だけは毎,日毎週パソコン三点を聞いてたんですよ。<laughs> やばいですね。で、あの情報これだぜっていうのを言うことで、X1 友達もいましたよ。PC88 友達もいたし、FM7 友達もいましたよ。やばいですね。全機種の友達がいたんですよ。で、もう一つの機種が MSX ね。MSX&MSX2 ですね。こちらが、だから先ほどの小島秀夫さんのデビューしたハードウェアってことですね。 で、そんな中、でね、だいたいパソコン持った人ってね、あのー、えっ、ー、と、工場経営者とか、ちょっとした事務所をやってる人と言ったね、自営業の家に割とあったんですよ。どうもね、自営業のお家に、事務に使えますよって感じで売り込んでたっぽいんですよね。で、そこに、まあ息子とか、まあ娘もいたけど、まあたい、 その時代はちょっと男性中心主義的だったんですが、要するに、そこで子供がね、パソコン買おうよって言ってね、実際はゲームやりたいんですよ。それと、うん、じゃあなんか営業の人来たし、買っちゃうかなって言って買っちゃうお家が結構あったんですね。で多分、新海誠は自分が手動で買ってもらったに違いないですよ。それも大体わかるんですよね。わかりますか そういう友達いっぱいいたからです。で、これなんですね。じゃあこれが何で、もう一つ特徴があります。新海誠を形成したもの。96年に中央大学の国文学専攻を卒業していること。これ結構重要なんですよね。新海誠は、ここで、ちなみに、あの、唐谷工人なんかの批評も読んでたらしいですよ。 そんな人が日本文学出てるんですね。あ、私はね、あれですよ。あの、いわゆる人文系の大学教員として、あの、文学部不要論ってありますが、何言ってんですか深海誠になれますよ。君も。なれない <laughs> あの。ポイントはね、あの、パソコンゲームマニアって普通テック系に行くわけですよ。例えば、私の同学年の人たちって、 割と多かったのがね、あのー、電通大に行って、そして95年になると、エヴァンケリオンになるとみんな家にお家に帰る、または部室でエヴァを見る。っていう、そういうオタクライフね。わかります電通大で情報系に行くとかね。それが、まあ、なんとなくパソコンゲームを買ったテック系の、まあ、よくあるルートじゃないですか。そこで新海誠は日本文学を学んでいた。 これがね、現在では効いてきました。今、新海誠は、日本文学の研究者や、まあ、ファンが、新海誠をポストジブリとして授業しているんですが、これは、このキャリアが効いてきました。そうなんですね。しかも、中央なので、たまに歌うなんですよね。 新海誠は、なんと埼玉県のね、あのー、最強線、沿線に住んでたんですよね。そして、まあ、たまニュータウンに通っおたって感じですかね。で、あのー、皆さんね、星の声から世界系って語るでしょう私は今あげた X1 ターボと日本文学っていうキャリアプラス、最初の二つの仕事に注目したいと思います。あ、もちろんね。 あの、その前にも短編作ってますが、とりあえず、彼女と、彼女の猫と、イースエターナルのオープニングムービーを共に2000年に作ってるんですね。世紀転換期に。20世紀最後の年に、この2つが出てきたっていうことの意味があると思っています。 えっと、深海誠は世界系なのか、エロゲー的イマジネーションなのかの、手前にこの二つがあるってことの重要性ですね。それは、こういうことです。深海誠を揶揄した言葉に、なんかこの人、これ揶揄ですよ。私は絶対言わない話ですよ。童貞っぽいなっていうね。これ要するに、 あのー、少女に夢を見ているっていうね、的外れの深海誠批判がありました。えっと、いわゆる世界系的ヒロイン幻想がないわけないと思うんですが、そ、その星の声より前に彼女と彼女の猫ですよ。これは簡単に言いますと、まあ明らかに当時付き合ってた彼女が声優をやってますね。 その単身者女性が飼い猫を飼ってるって話です。あのー、皆さん、これが女性向け欲望コンテンツなの分かりますかあの、うる、ポストうるせえやつらジャンルに、空から女の子が降ってこないかなという落ち物と言われる願望重足コンテンツが割とあったし、今もあるの知ってますよね。うん それの女性版。なんか猫拾っちゃった。嘘ー猫じゃなくて彼氏だろうってやつですよ。実はこれは、そういうコンテンツですよ。つまりこの猫ちゃんが、俺、なんですよ。だから、ねじれてます。つまり新海誠は、どっちかっていうと、 同性または反同性的イマジネーションからスタートしてるんですよ。なんでみんなこんな明白な事実に目を向けないんでしょうかこれは私は何回も言ってますが、改めて言っておきたい話です。しかし、あのー、猫ちゃん俺だと思いますよ、多分。<laughs> あの、マジで。あの、と思います。そして、 ただね、女性向け欲望コンテンツのような枠組みなんだけれども、あくまでも、その彼女視点で描かれるのが女性が描く女性向け欲望コンテンツなんですが、新海誠はそこで、猫だしな、俺っていう視点で描いちゃったがゆえに、女性向け欲望コンテンツとはちょっとずれるんですね。新海誠は、この要素をかなり重視してると思います。 隠し味のように、あらゆる作品にこの要素が効いてきてるってのが私の考えです。これ、明白なのに割と言われてないんですよね。あのー、ぶっちゃって万葉集でこっちのが重要ですよ。あの、さてもう一つ。イース2エターナルのオープニングムービーなんですね。これ、あのー、リンクあんのかなまあ、見てください。一回は見てほしい。イース2エターナルのオープニングって、 すでに、あの、アドル、イースシリーズってね、やばいんですよ。イースシリーズって、アドルくんが、どっかに行っては、その現地のヒロインと、ちょっといい感じになるけど、またホールを旅に行くっていうクズなんですよね。あの、皆さん知ってますゼルダの伝説の、ゼルダ姫って毎回違う姫ですよね。実は、ニンテンドにおける、ニンテンドゲームにおける、 ハーレムコンテンツがゼルダの伝説なの知ってますよね <laughs> 皆さん。ブレワイ以前の金字塔だった時の丘になって完全に3人の姫いますよねそうですよね。そう、リンクも別人だし、その都度いろんな姫と現地に行って、その,その地の姫と仲良くなっては、あのー、移動していくんですよ。 了解ですかわかりますかねうん。っていうものなんですが、イースシリーズもそれなんですよね。ちなみにイース2では、そのアドル自身が、彗星となって、タワーからバンって打ち出されるんですね。そしてその時の深海誠のムービーでは、赤と青の、 色、エッジの効いた色彩が目立ちます。おっと、赤と青ってあれですよね。深海誠の様式ですよね。赤と青ってなんだかわかります深海誠がどれぐらい意識的かわかりませんが、寒色と暖色ですよね。ブルーとレッドね。これに、イエローが加わると、実は、 風景画の、イギリス風景画の歴史の金字塔であるターナーのね、ターナーの色彩なんですよね。ターナーのカラーパレット。赤と青と黄色に注目してみてください。ターナーをね。で、ターナーが、なんでその3色が際立ってるかっていうと、ターナーはね、あの、ヨーロッパ大陸の美術っていうのは、油絵、油絵ですね。油、 オイルペインティングが主流なんですが、ウォーターカラー、水彩画を得意としてるんですよ。ターナーを。そこで赤、青、黄色を効かせた風景画を、で、スタイルを築いた人なんですね。深海誠を私はあえて風景画につなぐならば、ターナーにつなぐっていうのは割といいと思ってるんですよね。 これも意外と言う人にないんですよね。さあ、もう一つ。で、イース2エ,エターナルは、オリジナルイース2とは、そういう差異があるんですが、皆さん、88年のイース2のオープニングを見てみてください。これがね、先ほどあげた、小島秀夫ポリスノーツとか、ああいう感じの、あとはスクエアのアドベンチャーゲームとかと似てるんですけれども、 80年代のパソコンゲームってね、無駄に OVA に憧れていて、アニメっぽいキャラクターの少女とかロボとかが、例えばバイザーがピカッと光るとかね、少女が目をパチクリッとするとかね、そういう無駄なね、ジフムービーみたいな動く要素を入れると、ゲーマーが買ってくれやすいっていうね、 時代があったんですね。イース2のオープニングは、ヒロインがちょっと目をパチクリさせながら、記憶喪失になってアドルを助けるっていう、そういうオープニングなんですが、よく見ると、あの、PC-88 がメイまあ、もともとは、えっ、ー、と、イースは、FM7、えー、と,とか、X、あの、実は PC-88 がメイン開発環境じゃなかったんですけれども、ムービーの画面がちっちゃいんですよ。 あの、この当時ね、88年ぐらいだとね、もうね、ハミコンの方が大体表現力上では、になっちゃってたんですよね。けれど、イースは、音源が FM 音源で、小白雄造の音楽が、まあ、有名だったわけですよ。簡単に言うと、イングウェイ・マルムスティンの音楽を、無理やりファンタジー RPG の BGM に使ってしまうっていうのが、八十年代小白雄造の、 強引な技なんですね。えっ、ー、とね、ソーサリアンのサントラって聞くと分かりますよ。で、私はね、あのー、厄介男だったんで、イースじゃなく、イースじゃなくて、あのー、ソーサリアン音楽だけ聴くのが最高じゃねっていうね、ひねくれたオタクでした。いやー、ほんとしょうもないですね。ごめんなさいですけども。でも、このイース2は、実は、ラピュターと憧れだったんですよ。タワーから射出っていうのは、 ナムコのドルアーガの塔以降のね、タワーで何か起こすっていうのは、大体ドルアーガの塔からの影響。ドルアーガの塔の良さってのは、フェイトシリーズのギルガメッシュさんね、ゴールデンナイトギルガメッシュっていうのは、日本でしか通用しなかったミームなんですよ。それはドルアーガの塔のギルがゴールデンナイトだからですね。で、タワーの最上階って熱くねっていうのはね、イースワンがそういう話なんですね。 ダームの塔の最上階のボスをやっつけると、クリアなんですけど、そっからピューンって飛んでくるんですね。で、その飛んでくムービーがラピュータ。ほんとね、節操ないんですよね。はい。ポストラピュタムービーを、深海誠がリメイクしていたってことですね。そして2002年の星の声に至るわけです。 星の声の P がまあ、パイセンだって事実について溢れましたが、それとは別に、結局、ほとんどの人は、新海誠を、世界一系としてしか語らないわけですが、まあ、それ間違ってないんですけれど、別にね。私は、あのー、こっちの方が重要だろうとか、星の声から、えっ、ー、と、世界系で語りやつ全員ゴミとかそういう極論はもはや言いません。 初老のおっさんなので。しかし、世界系、この星の声の印象から、深海誠は少女に目を見ているとかね。あの、エヴァンゲリオン以降のロボットアニメの影響があるとかね。ありますよ。でも、今挙げた、こちらね。この二つの要素。でも、 この二つは、えっ、ー、と、パソコン、PC、88年から PC を持っていたことと、大学で国文学科を卒業したっていうこととは、またずれた射程を持っていますよ、この二つは。で、その上に星の声が来るってことですね。おそらく星の声の情緒が、日本文学的であり、センチメンタリズムであるってことから、直接、 あのー、村上春樹っぽいとして、直結させる議論が、新海誠論のテンプレートとなっていると思うんですが、私は、まあ、それはそれで取れ高がないとは言いませんが、今挙げた明白な事実を参照すべきだと思っています。で、星の声については、例えばね、えー、っと、あのー、アニメ制作者たちの方法という本を参照してほしいですね。高瀬孝二さん、 まあ私とよく仕事してる人なんですが、が、新海誠の時代ということを言っています。これは、宮崎駿様式に対、の未来少年コナンから20年間ぐらいの日本アニメ、日本アニメを、まああえて2つの様式の包帯として捉えると、宮崎駿の時代があり、もちろんそれ以前もあるんですよ。 あの、60年代、70年代は、まあ、それ、まあ、違うわけですが、未来少年、コナンから20年近くは、割と宮崎駿の様式であると。で、その後、星の声ぐらいから、深海誠の時代っていうのがあ、や、や、ある。だから、現在はその次に行きかけているという感じでしょうかね。そして、 星の声っていうのは、インディーアニメーションとして、下北沢のミニシアタートリウッドで、ロングランヒットになりました。で、まあ、そのプロデューサーの一人が私のパイセンですが、今振り返ると、実はこの時ね、一人で、こういうムービーみたいな、 インディーアニメーションを作るクリエイターが、じゃんじゃん出てくるかなと思われていましたが、続かなかったのではないかと言われています。でも実際はそんなことありません。いろんなアニメクリエイターにこんな手があったのかという驚きを与えました。だからインディーシーンには限らないんですね。 で、私が思うには、今振り返ると、星の声以降の深海誠の制作法は、展覧会で、その都度の PC が映ってるんですよ。これが、漫画とアニメを往復するクリエイターだったらば、歴代パソコンって歴代所持マシンっていうのを展示しないはず。スケッチブックとかね。 漫画とアニメの往復運動とか、好きだったゲームのコンテンツの方を強調するはずです。新海誠は、その制作環境の方なんですね。新海誠の制作スタイルが、ビデオコンテを制作してから、から作るっていうね。アニメにおける、あの、まあ、漫画があって、そしてコンテがあり、タイムシートを切って、うんぬんっていうね。 通常のアニメのスタイルに比べると、あのー、動く映像優先であるという、新海誠のスタイルは有名ですが、ビデオコンテから始めるってやつね。これはゲームムービーとアニメーションが、ごく初期からシームレスに接合してるっていうことなんですね。私はここにこそ意義があるように思います。 その上で、代表作の流れについて、一言ずつ語っていこうかなと思います。で、これに関しここでちょっと、この流れが終わった後に、まあ、YouTube タイムを切っていきたいなと思っています。まあ、星の子へ行こうね。えっ、ー、と、先ほど貼っていただきましたが、YouTube タイムの人のために改めてありますと、実は、新海誠は、実り時代の、 オープニングムービーをまとめたページをですね、自分のウェブサイトに保持していたんですが、どうやらそのページは2021年に閉じたようです。これは、あのー、いわゆるエロゲーっていうかノ、ノベルゲームブランドのミノリと組んでいたが、 この会社は現在では閉じてますよね。2019年でね。ブランドがね。それもおそらく理由かと思います。で、でもこのオープニングムービー集のリンク先の YouTube のムービーは健在ですので、皆さんぜひね、この Ather Voice ページですかねは重要ですのであの適当に見てください。というのも私はまあ「星の声」とか「雲の向こう約束の場所」この2作こそがまあその次の秒速までの3部作なんですけれどもこの時期が新海誠が最も世界カタカナ世界系として熱心に語られた時期にあたると思いますが。 そこについては、たくさん語られすぎていると思います。例えばね、最終兵器彼女と似ているとかね。いや、エヴァンゲリオン以降の14歳でしょう、みたいな。あ、新コーナー今月に立つやってないですね。すいません。うわぁ、新コーナーを忘れていた。やばい。ま、あいいや、すいません。何か抜けてるなと思いました。ごめんなさい。潜水多重人格の無限地獄によって、 忘れていただのがそれでした。申し訳ない。ちょっと次回、新海誠への報意もやります。来月ね、今回の、今月の新コーナー、今月の一冊やります。許して。で、すいません。<laughs> で、世界系で語る流れでは、最終兵器彼女とはエヴァンゲリオンね、14歳ってやつね、が、よく語られていました。 が、今見直すと、星の声ってね、あのみんなどうでもいいと思っていた、あの、おとついついね、ヒロインのこと知性って言っちゃうんですよね。<laughs> なんかね、<laughs> 最終駅彼女だと思ってるからなんですけども、すいません。あのヒロインちゃんの、あのー、が、アガルタという謎の空中都市を訪れるの知ってますあれイース2ですよね。 <laughs> あの、エンシェント古代イースなんですよね。古代イース文明なんですよね。で、それをアガルタと呼んでいます。アガルタね、結構重要だったかもしれないと思ってます。この時代、アガルタなんて誰も覚えてないんですよ。あの、ソードで敵の戦艦をぶったじるファイナル、あの、スマッシュ。 おっと、うっかりファイナルソードって言っちゃうとこだったはい。あの、ファイナルソードって有名なゲームがありますけどね。すいません。ソードで戦艦をぶったけるっていうね、宇宙戦艦をぶったける、あの、ラストの技が有名なんですが、みんなそれに気を取られて、しかもね、あの、制服着たまんま、あのかよ、海王みたいなね、そっちに気を取られるんですが、その前に一瞬上がるたって空間を訪れるんですが、 新海誠実はアガルタ結構大事にしてるんですよね。これね、宮崎駿におけるね、シュナの旅みたいなもんですよ。シュナの旅。ね。あの、ヤックルさんってシュナの旅にいたの知ってますなんとなく日本列島の東北地方、または北海道東北地方の、いわゆるエゾ。 だと思われるアシタカさんが乗っているヤックルさんですが、いや、どう考えても、あの、アジア大陸の遊牧民の乗り物ではとって思いますけどね、そしてヤクだろうって感じですよね、チベットのね、ヤックルね。その、あのし、シュナの旅っぽさが、あの、アガルタというね、あの、地名には、 生きてきています。そこをちょっと今思い直すと重要かもしれません。で、雲の向こう約束の場所は、これ何がすごいかってね、本人もすっかり忘却したことです。どうやら政策事情のも々がのがかったらしくってすごいんですよ。君の名の後にまだ蒸し返しますがあんまり良くないかもしれませんけれども、私は 戦争がテーマの作品を作ったことがありませんでした。ええー、星の声は、雲の向こう約束の場所って仮想戦記じゃないのね。<laughs> 星の声はともかく、雲の向こうを忘れてるのかよっていう。これ実は、津軽海峡によって北と南に分かれてるっていうね。南北日本仮想戦記なんですが、 これ文学的には実は村上龍のイマジネーションなの知ってますか ?5 分後の世界とかね、半島を追い出ようといった村上龍風の仮想戦記性が私はあると思います。文芸で言うと。村上龍ってもはや財界のおじさんとなんか飯食ったりしているあのー、なんかすっかり経済評論家おじさんですけれども、 今世紀って、あの、なんだろうな。えー、っとね、大江健三郎と村上春樹は、じゃんじゃん浮上していく中、多分、村上流と中上賢治のポジションが、ずるずる相対ポジションが低下していった20年だと思うんですよね。安野秀明は、私は、割と村上流的な作風だと思っていて、 村上春樹的な作風との相性が良くないんですよね。なのに、新エヴァンゲリオンでとってつきたように深海誠様式を取り入れて笑ったんですが、ところが、雲の向こう約束の場所では、村上流様式を取り入れたように思います。もうちょっと言いましょう。多分ね、ガンパレードマーチも入ってますね。ここにはね。ガンパレも。 ね、ポストがんぱれなんですよね、うん。で、この流れ、すっかり本人も忘れてるわけですよ。で、これこそがね、実は実り作品とのリンクが濃厚に思えます。 多分、雲の向こう約束の場所って、こそが、エアーのような話を作りたかったのではないか。もうちょっと言いましょうか。私はね、エアーよりはね、うろぶちゲンのね、さやの歌だと思うんですよね。あのー、割とエロゲギロインっぽいんですよ。この、 少女あのこれこそがね中学生がなぜか選手として戦って国際情勢に重要な役割を果たすっていうねもうちょっと言いましょうかあのー、僕らのですね僕らの似てません 人をもひろみ風味もあるんですよ。あの、自転車に走る前の人をもヒロ健康的になる前の人トもひろね。<laughs> あの、ございますね。<laughs> あのー、だと思います。だから私は、世界系っていうよりは、ちょっとそういう個別のパーツに解体してみたい。特に村上流ですね。ダイレクトにあまり語られてなかったと思うんですが、うん これから、じゃんじゃん村上流って傍却されていくと思うんですよ。本人には悪いですけど。日本文学のイマジネーションを上げるならば、いや、さやファントム、まあ、どっちでもいいですよ。そう。エロゲーっぽいんですよね。エロ抜きエロゲーですよ。雲の向こう約束の場所こそが。星の声はそうでもない。さあ。 そして、あの、初期トリロジーを締めくくる秒速5センチメートル。おそらく深海誠は、星の声と雲の向こうは、そんなに振り返ってないと思います。だが、秒速5センチメートルは、現在でも振り返ってると思います。理由は、本人が、全2作を経て、得た、 その後のプロダクションシステムの、その後全作品のプロダクションシステムに秒速以降の、あの、スタイルが生きてるから、それは何でしょう小説版です。小説を書くやり方です。今見直すと、 あの、皆さん、秒速5センチメートルの最後の踏切って、私は何回もリピートしちゃうんですよ。今度はいるかなあれいないなみたいな。わ <laughs> かりますか <laughs> いないいないばーごっこですね。皆さんおすすめ。もう一回記憶忘れるんですよ。さすがに今度はいるやろ。あ、いなかった。みたいなね。秒速5センチメートルごっこ、まじおすすめ。 なお、私は、深海誠を広いんで、一番まともと思ってるのは、あのー、秒速の2話ですね。サーファー少女、少女ね。で、あのー、こいつ、あんな男とくっつかなくて大正解っていう、そういう、たいそういう解釈です。OK。あの、サーファーとして元気に過ごしてねって感じですよ。 ね。で、私はあのー、で、あの、その子しか好きじゃないって時点で、新海誠のメインと違うんですね。ね。新海誠ヒロイン好きとはちょっと違うわけでしょ。<laughs> その時点でね。あとは、なんなら、秒速5センチメートル3話のメガネさんも重要かもしれない。私ね、あのメガネさんね、彼女と彼女との猫の彼女なんじゃないかと思ってるんですが、おっと、これ以上は危険だ。 さて、で、あのー、最終局面が、いろいろ議論を読んだ結果、新海誠は、小説版で丁寧に保管する必要に迫られました。この当時は一応荒れていたらしいですね。具体的には、耳すまとの、耳すまと秒速を続けてみるっていう、多分ね、耳すまを見た後に、 これ、耳すま現代版っていう風にして、騙された人たちが号泣したんだと思うんですよ。悲しいですね。あの、わかりますよね。これさ、海が聞こえるから秒速だったらさ、そんな悲しい出来事は起きなかったと思うんですが、で、そういう人たちに向けての説明を迫られた新海誠は小説版を作りました。これが良かった。 あの、新海誠が、先立つ、細田守と比べた、明確なアドバンテージ。文章がちゃんと書けること。ですね。私自身は、文章書けない人間なので、あのー、文章書ける方が絶対いいというふうには思いたくないんですが、 新海誠がここから小説版を並行して出すっていうやり方を確立したことは結構重要だと思っております。そして、星を子供。長い間、黒歴史だった作品ですね。これね、あの、メインビジュアル笑うんですよ。めっちゃヒロインちゃん不機嫌な顔してるんですが、これ明らかに高畑勲キャラ風なんですよね。 母を訪ねて三千里と赤毛の案の、あの不機嫌顔なんですよ。少年少女、そう簡単に快活ではないぞっていうのが、あの、高畑勲ですよね。あれを無理やりやってるから、なんか不機嫌面なんですよね。笑うって感じですよ。<laughs> あの、みんなのジブリ風って言いましたが、私は宮崎駿風だとは思わない。むしろ高畑風不機嫌モードなんですね。 で、ヤックルが出てきますよね。笑いますよね。私、ヤックル見たとき、ちょっと、えと思いましたよ。ヤックルかよと思ってね。<laughs> ヤックルって言っちゃってますけど、ヤックルじゃないですよね。すいません。だが、現在ではこの作品も武器になっています。どう武器になったか。君の名はの洞窟の中の虹の場面。彗星の場面。あれば、 星をう子供の最終局面なんですね。星の子供がなんで受けなかったかわかります深海誠は青空、夜空の空の開放性の作家だと思われてたんですが、星をう子供って実は地下世界の旅なんですよ。ってことは、この空実はドーム球、ドーム的な球体、球場では、球体ではっていうね、 閉鎖系を思わせちゃったんですね。だから空が開放的じゃないんですよ。あと、メガネのおっさんと少女の、これちょっとレオンモードではっていうね。実は星を子供のメガネのおっさんは、これここに、実は雲の向こうの、あの、ミリタリー様式ちょっと入ってますよね。過去があって傷ついてるおっさんなんですよね。 だから、ジブリものとも、ジブリアニメとも言えないんですよ。私は星を追う子供には、推し守る様式が混ざっているようにも思えます。なぜか。秒速と星を追うの間に、新海誠は、あのー、世界中を回ってんですよね。インターンで滞在したり あと知ってますこっそり、この後かな。この時期ですね。星を子供から琴の葉の庭の時期に、実は、高校の美術の教科書に、新海誠がこっそり載ってたんですよ。メディア芸術としてのアニメ、 のこう、紹介コーナーに載ってんですよ。メディア芸術と呼ばれる日本特有の文化庁カテ、行政的カテゴリーがありますね。漫画、アニメ、メディアアート、エンタメですね。その教科書に何気に載ってたんですね。そして、多分、 それは、君の名はの、以降の、キャリアに、確信がなかったから。つまり、新海誠は、このまま、星を追う子供、ことの葉のには、その後も、ちびちまちまこ、こういうちっちゃいフェ,チフェティッシュ作品を、ちょいちょい作りながら、ワークショップをやって、 文化庁のメディアアート枠のアニメーション作家として過ごしていくというルートもあり得たんですね。そのルートに保険かけていた可能性ちょっとあると思ってます。やなところ掘り返しますね。私は教科書を見てビビッと来たんだって感じです。今では辿られなかったもう一つの深海誠だと思います。 さあ、そして、ことのあの庭なんですが、私はこの路線、この作品は結構重要だと思っています。まず、これは、高校の先生が、高校生男子と恋愛して学校を辞めるじゃないけど、学校辞めてませんけど、すみません。そういうイリーガル恋愛コンテンツですよ。これって、彼女と彼女の猫路線なのわかりますかね。 靴職人になりたいっていうあの青年こそが猫です。猫ちゃんですよ。で、こっちこそが耳を澄ませばなんですよ。新海誠にとっての耳澄まばこの言葉の庭ですね。そして、それは、イリーガルな、年上ヒロインと年下の青年の恋愛モデルです。 深海誠について、解像度が荒い人は、少女コンテンツ、これだからロリコンはって言ってますが、何言ってんですか深海誠は、あえて言うならば、おねしょたですよ。しかも、猫ちゃんとして飼われたいですよ。全然違いますね。わかりますかあの、ヒロインとヒロインのお母さんがいたら、ヒロインのお母さんの方に行くタイプですよ。 わ <laughs> かりますかね <laughs> そういう感じだったわけですよ。いや、お母さんに行くかったら違うかもしれないけどね。深海誠についてるみんな改造度甘いんですよ。何言ってんですかまあ、大体いい星の声のせいだって星の声もね。まあ、いいんですけどね。で、これ私が思うにね、深海誠って知ってます実はね。 いや、なんか高村香織の小説とか、実は女性エンタメ作家の小説を、折々に触れて、好んでると表明してるんですよ。今の新海誠には、ありえなくなっちゃったルートなんですが、私は、例えば辻村深月のようなタイプの作家の、イマジネーションと、 合流し得るんですよ。つまり、新海誠はね、私が思うに、あのー、村上春樹プロパーカーっていうと分からないんですよね。うん。だから、なんだろうな。 例えばね、木々の夏男とか、木々の夏男とか、辻村水木とかですね。こういう系統の、女性、えー、っと、ジブナイルをかけるエンタメ作家。いわゆるヤングアダルト小説ですね。そっちの方向性の、 思考性が実は一貫してあると思います。ただ、本人が文章を書けてしまうためにやってないんだと思います。これは、細田守とは違う意味で惜しいですね。細田守は自分でシナリオを書くことで、作家としての地位を獲得して、グローバルなそれが評価されたために、困らないと思うんですが、 そっちはぜひ良い原作がついてって思いますが、私は逆に新海誠に関しては、この種のヤングアダルトジブナイル小説を勝てる女性作家のイマジネーションと本当は相性がいいんじゃないかと思ってます。それは君の名はもそうでしたよね。君の名も、 あのー、三つあの方が年上ですからね。同学年だと思ったら年の差は3つあったんですよね。ああ、だから最後ちょっともっさりお姉さんになっちゃってるのかなとかね。まあ、あの、最後の私服がダサくていいんですけどね、私ね。君の名はね。まあ、それはいいんですが、君の名はね、今後ね、日本映画史にどう居続けられていくのかが鍵だと思います。おそらく、 現在の工業においては、アニメが常にセンターにいる状況を、日本映画の、あの、工業に関わる人、日本映画、実写映画の伝統に関わってきた人たちは、それでもなお苦々しく思ってるはずなんですよねあ。だから怪物とかの方をしたいはずなんですよ。そうすると、 君の名はってゆくゆくどういうふうに歴史的に位置づけられるんでしょうね。それが気になります。そして、YouTube タイムはここまでとしたいと思うんですけれども。さあ、天気の子ね。私は、君の名は天気の子、すずめの戸締まり三部作だと、一番ぶっ壊れてるのが天気の子で、 そして私は天気の子を見ちゃったせいで、私ね、天気の子を見る前はね、大学の先生になったし、東西線沿線だから、江戸川区に住もうかなーと思ってたんですが、<laughs> 江戸川区沈むじゃんと思ってね、私に江戸川区済みを躊躇させたんですよね。<laughs> マジで。<laughs> あのー、 何言ってんだって感じですけど。草ですよね。あ、私ちなみに幼少期は、あの、生まれた時の本籍地は、今もそうなんですが、門前中町駅前なんですよ。地下鉄東大線のあのエリアなんですね。でもね、門中はちょっと別に住みたいわけでもないんですよね。 わかんない。年取ったらもん中に引っ,か引っ越すかもしんないけど。マジですよ。だから私本席取るために、東洋町の江東区役所に行っちゃってたんですよ。江戸川区は、江東区ちょっとなんか、なんかちょっといい感じだからもうちょっと、もうちょっと寂れなところに住みたいっていう理由ですね。<laughs> 江東区よりちょっと寂れなところがいいなと思って、江戸川区いいなと思ってたんですが、沈むじゃんと思ってね。 江戸川区民の人ごめんなさい。で、気候変動モチーフが剣伝されてましたが、私は、代々木駅前の、あの天気の子が私は買ってきたと思ったのは、映画公開時にはあのビルをぶっ壊されているだったんですね。代々木駅前のね。あの、有名な中国古本屋があった、ある、そうそうそう、本屋さんのあるあのビルの、に、 祠らがあって、そこの祠らに祈るっていうモチーフですよね。そう。あらかじめ失われた聖地って私大好きなんですよね。天気の子で一番グッと来たのそこです。えー、っと、うなさんも言ってるように、ちょっと日暮里あたりをちょっと走ったぐらいで生きるなよって、まあ、確かに思いますよ。<laughs> あの、ちょっとね。でも私は、代々木のビルはいいなと思ってるんですね。ここのオカルトモチーフ。 ー推しでしたよね。実はこの三部作では一番バランス悪いんですよね。このね、リソースが今後どうなるか。深海誠の中で私の語りは、みんなが思っている王道深海誠のレールから外れたものを一作について一箇所ぐらいずつ指摘してる感じでしょうかね。 うん。だから天気の子は、まあそこが気になります。もしかしたら私は老後を門中身になっちゃうのかもしれないんですが、わかりません。<laughs> 図書館の近くに住みたいなと思ってますけどね。<laughs> さて、そして、スズメの戸締まりですが、私はスズメの戸締まりって、 ハウル風の何かだと思うんですよね。お茶の水のハウルと言いたい。<laughs> あの、お茶の水のハウルっていう危険な言い方ですね。あのー、今だから言いますが、このお茶の水のハウルさん、ざまし、ざま市民だったらどうしようとドキドキしてました。私ね、あの、都知ってね、少女を騙して殺していく、 サイコパスキラーでもおかしくないと思ってんですよ。すごいこと言うな、YouTube なのに。だって、大学生青年が、少女を、あの、家出に誘う存在ですよ。つまりね、現在のトー横民的なんですよ。多分、天気の子よりも、 スズメの戸締まりの方が、そういう危険要素は増してます。スズメの戸締まりの方が危ういんですよね。だってなぜか言えちゃうんですよ。で、でも、なんか健全な作品だと思われてませんスズメ ねえ。で、これ結構ねいやー、そうたさんね都知事のそうたさん危険だと思うんですが。で、私が思うのは、何気にサブプロットでね、あの、みんな大好き、芹沢さん。立教大学で。<laughs> あの、 立教大学でアルファロメオに乗り回している中古のアルファロメオ。アルファロメオってさ、オンエアワークっしょわ <laughs> <laughs> かりますか <laughs> でね、すずめのと締まりってね、芹沢さんのおかげでね、一見ホスト風でしょ、あの人。ね。しかし、芹沢さんこそが、 の存在こそが、スズメが、危険な東横民にならずに住んでいる理由ですよね。と思うんですよね。で、後期宮崎様式だと思うんですよ。後期宮崎早う様式ってわかりますかなぜ、なぜ、もののけ姫以降の、 宮崎駿様式に対して、コテコテの古典的男性オタクは魅力を感じなかったのか。後期宮崎駿様式は、イケメンに惹かれる女性客っていうのを、宮崎駿が偶然の産物かもしれないんですけれども、 少女漫画的作を宮崎佳は知らず知らずに手に入れてるからなんですよ。知ってましたあの、ミミスまではなんか失敗したように思いますよね。いやいや、ところがね、私が考えるに、あのー、なんだえっと、モノのケ姫も、千と千尋も、ハウルも、 これも、風立ちでも、全部、主人公イケメンが、割とこてこての少女漫画的ヒロインなんですよ。それは、主体の持っている、空虚な欲望の形式がポイントなのかもしれない。簡単にましょうか。孫悟空系、孫悟空とかゴンさんみたいな、 内面と欲望とアクションの動機を書くキャラなんですよ。あのー、コナンとかパズーっていうのはアクティブなマッチョ労働者少年なんですね。で、ヒロインとは常にハグしたい人なんですよ。ところが、明日かってよくわかんなくないですか だってあれですよ。なんでサンに婚約者のペンダント渡したか知ってます声優が石田ひかりだからですよ <laughs> あの。本当ですよ。本当ですよ。地元の女の子とサンって声優が一緒なんですよ。あいつやばいですよ。あ、なんか声一緒だですよ。そういう欲望の転移なんですよ。やばいっすね。そしてね。 千と千尋って知ってました最初は、煙突少女と、おっさんの心の交流だったの知ってますそんな地雷集やめてほしいと思いませんもしね、千と千尋が、煙突少女とおっさんの交流だったら、私は、 桃屋の手紙、昼寝姫みたいな話になったと思うんですよね。ところがね、千尋ととクですよ、クあのクイケメンクあんなイケメン直前までいなかったんですよ。宮崎駿の危機管理能力、危機回避能力すごくないですか煙突の少女でずっとやろうと思ってたんですよ。煙突少女とおっさんの恋、やばくないですか そんな地雷臭しかしないでしょうそれを、やめたんですよ。わかります後期宮崎良識ってのは、あのー、がっついてないイケメンですね。がっついてな、がっついてないイケメンなんですよ、全員。ですよね。そうしてナチュラルにやばいですよね。 うん。そうは、そもそも、お母さんがね、お父さん船乗りで帰ってこない間、息子をハグして、これ妄想みたいですね。<laughs> でもお父さん帰ってきたらなんかね、なんか、まあいいや、やめましょう。そういうね。多分ね、お母さんの軽いね、マスコットがしてんですよ、ソうスてって。 だから、ポニョに対して的確に接することができるんですよね。そうそうそう。あとね、ポニョの親父の藤本もやばいですよ。あいつ人類のに恨み、恨んだあげく、あんなグランマーマーレと交配してんですよ。あんなでかい人と。わかりますあの、アンコウみたいなもんですよ。アンコウとか。ありますちっちゃいオスがペタってね、くっついてね。 精子提供者ですよ、藤本。あ私、藤本とグランマンンーレの出会いが一番気になりますよ。あいつら何なんですかあ私、ポニョスケでもあっちの方が気になりますよ。あの、でね、後期宮崎隼ってね、わかりますかいわゆる、オス、メス的な後輩のあり方が、変なんですよね。 性欲原理がずれてんですよ。その結果、空虚な器としてのイケメンに、おそらく、男性オタク的な主体ですね。が、うざい人にとって乗っかりやすかったんですね。これ多分ね、うるせえ奴らの当たるという形で、高橋美子が獲得してるようなタイプのね、 当たるってがっついてるようでいて、全然モテない、ちょっと可愛い、うざい、うざキャラなんですよね。まあ昭和だからあんな感じ。わかりますかで、私は新海誠の今後が気になります。君たちはどう生きるかを学習して、自作以降のメンズキャラがどうなるかがマジで気になってます。 高期宮崎駿様式ってね、今のでわかりますか極めて興味深いんですよね。で、えっ、ー、と、男性オタクの宮崎駿ファンは、このメンズ像に対して、あんまりアンテナが働いてないように思うんですよね。私は働きますよ。少女漫画で育ったから。少女漫画イマジナリーイケメンが面白いと思って読んできましたからね。 うん、で、新海誠の、そのね、風立ちぬなんてそんな感じじゃないですか。風立ちぬの二郎って、まあ確かにセックスを明示的にしていますが、いや、あいつやばくないっすかだって知ってます最後、なほう子が来てって言ってね、死に誘うはずなのをね、生きて って言わせてるんですよ。キモくないっすかふふ来てが生きてに変わったんですよ。来てっていうのは、完美な死の中での合一ですよね。性的合一かもしれないが、来てって言ってそっち行っちゃったら死ぬわけですよ。で、で、生きてきますって感じですよ。で、君たちはどう生きるかですよ。できすぎですね。わかりますか 生きろから来てね。あのね、宮原ちゃよってね、死の領域への接近に関して、高畑勇のような極まった態度はなかなか取らないんですよ。あがくんですよ。例えば、ホタルの墓のようにね、1946年何月何日、僕は死んだ。 第一世僕は死んだですよ。わかりますかそういう末子の目みたいなね、幽霊の目線っていうのがホタリの墓なんですけれども、宮崎駿にはそういう作品はありません。ただ、君たちはどう生きるかはどうなんでしょうね。うん。で、深海誠にも、 実は、幽霊の目線っていうのは、現時点では、ちょっと不在なんですが、スズメの戸締まりが若干そのモチーフを導入しましたね。ね。過去の私が、未来の私を励ますっていうのが入ってますよね。スズメちゃんね。このモチーフは、 正直、スズメの戸締まりでは、整理整頓されていないように思いますよ。ここを伸ばすでしょ。そして、あの空間上がるたでしょ。深海誠はね、あの謎夢空間がどうなっていくのかと、オカルト空間と、あとは、その女性向け欲望コンテンツゾーンと、 イケメンの今後ですかね。新海誠というのはですね、これは悪口、明確な悪口ですが、日本文学研究者が大興奮してやまないんですね。今日本文学をやってる人は、まあ学生が漫画アニメばっかり好きなので、やばいな。えっ、ー、と、なんとかジブリアニメでしのいできましたが、ジブリって言うほど文学的じゃないんですよね。 そこに、新海誠という国文学を卒業して、万葉集、今回万葉集でやってみましたっていうふうにね。意識的に、日本文学の要素を入れてきて、自ら小説版を執筆してくれるという。自らソースを提供してくれるわけです。こんな美味しい作家いないわけです。 だが、私は国文学中心主義が、その要素から漏れる要素を体系的に軽視していることは、見逃せないと思っています。これは日本文学要素がいらないと言っていることではないので注意してください。だから日本文学やってる人は、私が言ったことを取り込んじゃってください。ということですけれども、ちょっと遡ると、 えっと、どの辺かなこの辺かなえっ、ー、と、ここね。彼女と彼女の猫及び、イース2エターナルオープニング要素でしょうかね。ここにある要素は、国文学の伝統とはずれると思いますよ。そして、この要素も、入れなければいけないと思っています。えっ、ー、と、 どうしようかなこの次のフリップだけ出して、ここで終わりにしましょう。こう簡単に語って。ちょっと長くなりましたけれども、2からは実は深海誠様式とその今後について語りたいと思うんですね。深海誠様式って何だったんでしょうか思うに、初期三部作がアニメ表現に対して、 風景表現の緻密化というものをもたらした。これがみんなが考える深海誠です。世界系と風景の緻密化。いわゆるジェネリック深海誠スタイル。ひどい,言い方だけれども、0年代の今和にですね、エアーからクラナドつまりノベルゲームと世界系と風景描写と聖地巡礼です。しかし、 新海誠は、様式はこれだけなのかっていう感じでしょうかね。あ、いいコメントがありますね。イースとイス・ソータが繋がった。そう思いますよ。イス・ソータくんとイースですね。エンシェントイース、古代イースですよ。イースのトラックメーカーに小城雄造がいましたが、しばしば古代雄造と読み間違えられてました。おっと繋がった、みたいなね。繋がってないですけどね。 妄想ですね。すいません。という感じで、この要素が新海誠様式と思われてますが、私は新海誠は、簡単に言いますと、日本文学プラスこの要素を往復している、往復して考察するのが、よくある新海誠論ですが、まあそこからちょっとはみ出していきましょう。ということで、皆さん、来月は2023年の夏アニメの、春アニメの考察をしていきます。 今期アニメどうだったでしょうか私はなんか作画がいいアニメに限って嫌いだった気がします。嫌いだった気がしますね。割といいアニメも多かったが、微妙なアニメもあった、いろいろあった気がします。というわけで、来月のアニメ定点観測を,観測をお楽しみに。では、y o u t u b e タイムの皆さん、また来月よろしくお願いします。来月は、 えと君たちはどう生きるかとか、ガンダム彗星の魔女とか、まあ、あの非常座談会もあるし、いろいろありますので、それ,のそれに加えて定点観測を行ってまいります。ではこれにて